はいはい、適当です。今回も LINE で発見たまごっちやっていきます。前回からだいぶ投稿期間が空いてしまったんですが、まあ理由としてはちょっと見ていこうか。ですね、育ててないキャラ、今まで育成したことのない、したことのないキャラが、全部オスなんですよ。なんでメスはもうほとんど育成済みで、オスが生まれないと新しい島グルッチとか、あとなんだろう、キキッチをやったか、まあそういう島グルッチとかが育成できなくて、でメスが生まれちゃうと動画にできないんですよね。こうメメッチとかもう今まで育成したキャラなんで。なんですが、今回なぜ動画を撮ったかっていうと、ちょっと見ていきましょうか。はい、見てください。これ俺マジで昨日びっくりしたんだよね。メメッチ、昨日メメッチに進化して、それで LINE たまごっちのこのトーク画面に戻って見てみたら、やばくない？このタップバナー、遊びに行くっていうやつのバナーが変わってるんだよ。しかも見て、左上親父っちもいて、スペースなんちゃらだっけ、いちごっちとか、なんか姫スペッチだっけ、もう俺ここら辺まで来ると分かんないんだけど名前が。でも新キャラが出てきたんですよ。やばくない？これ一番最後だよね多分。ってことはもう俺はこのたまごっち、現段階でたまごっちの全てのキャラを育成することができるってことなんですよ。一応知らない人のために、説明しておくと、このバナーに、表示されたキャラ、これどんどん変わってって、最初はマメッチ、クチパッチとか初期のキャラが表示されてるんですけど、こうだいたい3段階ぐらい変わるのかな。でそれがそのバナーに変わると、その子たちが追加されたっていう、進化できるようになったよみたいな、そういう知らせなんですよね。で今回こいつら親父っちとか出てきて、これ一番最後なんですよ多分、おそらくね、現段階では一番最後なんですよ。やべえ、マジ興奮してきたわ。なんでね、これ以降はメスが生まれてもオスが生まれても新しいキャラに挑戦できるんで、ちょっとたまごっちの更新頻度が上がるのかなって思います。というわけでね、今回は、新キャラが解放されたっていう、報告動画でした。さようなら。